はいどうも、山田会議室山田です。お願いします。皆さん、耳掃除ってします？まあ、急ですけどね。耳掃除します。今日はね、耳掃除の話をね、ちょっとしようかなと思います。はい。耳掃除をね、していいかどうかっていうのを、まあ、ちょこちょこやっぱ聞かれるし、まあ、ネットとかでもやっぱ話題にもちょこちょこ上ったりするんですよね。まあ、その都度いろんな話が出ると思うんですけど、皆さんします？どうですか？まあ、私で言えば、アトピーなので、まあ、普通のね、この腕やら足やら背中やら顔やらいっぱい痒かったんですけど、もう漏れなく、耳もめっちゃ痒かったんですよ。で、まあ、小中学校の頃、まあ、高校の頃もそうですけど、やっぱりね、綿棒でね、ぐわーっとね、かいたりとか、あとはもう耳かけてカリ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 やったりとかね、やって、耳の中がこうパンパンに腫れてね、まあ、中耳炎、外耳炎みたいなのもね、しょっちゅうやってましたよ。うん。今日はだからね、その本当は怖い耳掃除っていうお話をしようかなと思います。耳掃除ってね、ほんまにね、やり方とかを間違えると、実はむちゃくちゃ怖い、話につながるので、ぜひですね、今日この動画でもって、その耳掃除のその実態とか怖さの部分を、ご理解いただきながら、ちょっと扱ってほしいっていうことです。はい。で、先ほど言いました。耳掃除ってしていいのかということをよく聞かれますということにおいて、もう結論答え言っちゃいましょう。していいんです。うん。していいんですけど、やり方と注意点っていうのがあるので、それをね、ぜひちょっと押さえておいてほしいので、それをこうね、しっかりこう解説しようという動画でございます。はい。で、なのでですね、こういう方は、注意をしてください。はい。こういう方々がダメなパターンなので、最後まで見てください。お風呂上がりに毎日する。はい、こういう方ね。まあ、私もよくやってました。はい。あとは、まあ、私みたいにアトピーとか何かしらの理由で、とにかく痒いから毎日するっていう方ですね。あとは、まあ、なんとなく、特に痒いわけではないけど、この辺ちょっとこちょこちょやってたら気持ちいいから、なんとなく習慣的に毎日やってると。こういう方。こういう方々は、まあ、病気につながる可能性がありますんで、はい、本当にね、やばいので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい。私の動画ではですね、こういう感じで、まあ、私生活に役立つ情報とか、お薬の、知識であるとか、あとはドラッグストアの中の情報とかっていうことを、動画の中で、ぶっちゃけて解説してます。で、最近ですね、私の山田会議室のサブスクですね、深掘りメディカルセミナーっていうものも、開始しましたんで、ぜひ興味のある方は概要欄の方から、手続きしていただいて、ご入会いただければと思います。ということで本題いきましょうか。本日は、本当は怖い耳掃除ということでお送りします。本題スタート。ということでですね、冒頭申し上げました。例えばお風呂上がりに毎日やってるよとか、とにかく痒いから毎日やってるよ、あとはもうなんとなく習慣的に毎日やってるよっていう方が、なんでダメか、なんで気をつけなきゃいけないかっていうことを、解説していきます。こういう耳掃除はダメだよっていうことですよね。はい。なんでダメか、理由を3つに分けて説明します。まず1つ目、そもそも毎日する必要がないんです。正しい方法っていうのは、最後の方にお話しするしますけれども、とにかくね、毎日する必要がないんです。もうそういう耳の仕組みになってるので、毎日する必要はないですよってことですね。だからさっき言ってた、お風呂上がりに毎日するとか、とにかく痒いから毎日とか、習慣的になんとなく気持ちいいから毎日、このキーワードとしては毎日するっていうのが基本的には NG です。その必要がないからです。はい。これが理由1個目ですね。次2つ目、かくガリガリね、かくことによって、病気になるリスクが増大します。はい。なんでこんなことになるかというとですね、ガシガシこすることによって、その耳の中に細かい傷が、いっぱいつきます。で、それが炎症の原因になったり、バイ菌に感染したりするっていうリスクにつながるんですよね。でね、この話を聞いてね、まあそんなたかだかね、綿棒とか耳掃除とか、その何、耳かきか。耳かきとかで、ガリガリやったところで、何の病気になんのと。そんなもんちょっとたかだか耳腫れて終われちゃうのんって思いません？はい。思いますよね。ですね、これはね、イギリスやったかな？イギリスの話になりますが、これちょっと紹介しておきましょうか。30代の男性が、ですね、発作を起こして意識不明の状態で病院に搬送されたっていう件があったんです。これの原因が、耳掃除やったんですよ。はい。で、なんでこんなことになったかっていうことなんですけど、この男性がね、綿棒で耳掃除をした時に、中にね、コットンが残ってたと。耳の奥の方に、綿棒のコットンが残ってたと。で、それに気づかずに、耳の奥にずーっとそのコットンを置きっぱなしにしていたことによって、その奥でコットンが詰まって、そこから細菌が増殖して、それが、バイ菌がそのまま脳にまで伝染感染していったというようなことがあって、意識不明の重体になって病院に運ばれたっていうことがあります。で、他へ、こんな極端な例じゃなかったにしても、
私みたいに、私も過去に経験ありますけど、もうガリガリやりすぎて、外耳炎とかになって、綿棒がもう入らないぐらい、もう穴がもうすぐもう目に見えるぐらいまでパンパンに腫れて何にも入んないと。で、耳聞こえないというような、ことになったこともあります。はい。で、あと、綿棒でずっとね、やってると、耳垢をね、奥の方にまで追いやってしまう可能性もあるんですよ。で、それによって耳が聞こえなくなったりであるとか、さっきみたいに細菌がこうね、増殖してしまうっていうようなこともあります。はい。っていうことですので、書くことによってしっかりこうリスクが増大してしまうということが二つ目の理由ですね。はい。じゃあ次理由三つ目いきましょう。理由三つ目は、そもそも耳掃除っていらないんじゃねっていう耳掃除不要論っていうのがあります。はい。これどういうことかというとですね、アメリカの話にあります。アメリカの学会ではですね、すべきではないというガイドラインがあるんです。耳の仕組みから考えたら当然だと。やる必要なんか全くないよと、いうような話があるんです。はい。ちなみにですね、日本人の耳垢は、基本的にカサカサタイプの方が多いです。で、欧米人は反対のベトベトタイプが多いって言われてます。で、大体割合としては日本人で言えば、60% がカサカサで 40% が、ベトベトって言われてます。で、欧米になるとそれが逆転すると。で、これね、なんでそうなるかというと、耳の中のその油を出す線が、日本人はそこまで多くないと、欧米人に比べればね。なので、基本的に、日本人っていうのはカサカサタイプが多いんだよっていう風に言われてるんですよ。だからね、欧米に行ったら耳かき売ってないんですよ。はい、面白いでしょ、ね、こういう情報も一応言っときますね。で、以上の、理由3つが、なんでダメかっていうところですよね。毎日やっちゃダメな理由なんですけど、理由3つ目で言いました、アメリカの学会ですべきではないと、耳の仕組みからして毎日やるなんておかしいぞというようなことが言われてると言いましたね。じゃあ耳の仕組みがどうなってるかっていうことをここで解説しておきましょう。スケッチブックにまとめました。はい。ですね。わかりにくかったらごめんなさいね。ざっくり書きましたね。まあ、ここに耳がありますよ。で、これが耳の穴ですよね。まあ、書いてあるまんまなんですけど、この耳の赤、この耳の穴のこの道を外耳道って言います。我々が、取らなきゃいけない耳垢っていうのは、基本この赤のところに溜まるんですよ。で、この青いところには耳垢が溜まりにくくなってるんです。なんでそうなるかというと、耳垢って結局ね、古くなった細胞の集まりなんですよ。で、古くなった細胞っていうのは、ゆっくりこの耳の奥からこっちの出口の方、この耳の穴の方ですね、穴の方に自動的に移動してくるような仕組みに人間本来なってるんですよ。だから、通常その、なんていうのかな、こう野生の生き物で言えば、ずっと耳垢が奥の方にあるような仕組みになってるんやったら、ずっとみんな耳詰まり放題だよね。絶対耳聞こえなくなるよねっていうことが言われてるわけですよね。なので、生物学的に考えてもそんなことはありえないと。だから、ちゃんと外に出ていくように勝手になってるから、やる必要なんかないやんかっていうのが今アメリカの学会で、ガイドラインとして発表されてることなんですよね。だ、基本的には耳垢はこの辺に溜まっていくっていうことをまずご理解いただけたと思います。はい。じゃあ次の話題に行きましょう。で、ここまでやって仕組みが分かってきましたよと、ここでもう一つ疑問が湧いてくるかと思います。じゃあ耳掃除じゃあするにしても、綿棒なの耳かきなのっていう問題が出てくるかと思います。皆さんの中でね、基本的には、さっき言いましたね、カサカサしてる人に関しては耳かきですね。カサカサしてるんでかき出さないといけないですよね。で、反対のベトベトしてる人は、吸着させないといけないので、綿棒で吸着してこうね、こそぎ取るようにしましょうっていうことなんですけど、それぞれデメリットもあるんですよ。耳かきで言うと気持ちいいでしょ。ガリガリやっちゃうんですよ。ついかきすぎちゃうんです。気持ちいいからね、あれね。で、綿棒で言ってもさっき言いましたね、耳垢を奥にやってしまう、ことがあるので、押し込めてしまうことがあるから、これも注意しなきゃいけないんですよ。それぞれデメリットがあるんですよ。あ、ちなみになんであんなにね、耳掃除で気持ちいいかっていうとね、この外耳道のところには、そういう気持ちよくなる、神経がね、いっぱい通っとるんですよ。だからここを刺激してあげると、はーってなるんですよ。そうそうそう。可愛い子とか綺麗なお姉さんに耳かきのサービスあったりしますけれども、あれもそういうことが、まあ、あれは別の理由かもしれへんけどな。はい。そういうのもあります。はい。じゃあ、何が正しい方法なのっていうことを最後に解説して動画を結ぼうと思います。はい。正しい方法3つ、これも紹介しておきます。まず1個目、頻度ですね。アメリカではまあやらんでって言われてるけれども、まあそれでもね、個人差あるわけですよ。やっぱりね、アトピーの人もいれば、耳や、なんぼその外に出ていきやすい仕組みになってるとはいえ、出ずに、ちょっと溜まりやすい人っていうのもやっぱりいるわけですよ。個人差があります。ですから、した方がいい人もいるわけです。じゃあ、その頻度ね、どれぐらいなのっていう話ですけれども、頻度は基本的には
2週から4週に1回、もうなんなら月1ぐらいでちょうどいいよって言われてます。したとしても、月1ぐらいっていう話で、基本的には今のところまとまってます。それがよろしいだろうという話でまとまってます。はい。まあ、不要論があるぐらいですから、まあ、それの折衷案をとっても、まあ、2週から4週、月1ぐらいがちょうどいいんじゃねっていうふうに今言われてます。はい。次ですね。2つ目。正しい方法の2つ目。さっき言いましたね。この赤いとこ。この辺がだいたい入り口から1センチです。はい。入り口から1センチあたりをそれぞれの耳垢のタイプに分けて、綿棒なり耳かきなりでこう外にこうかき出すようにやってくださいねっていうことが言われてます。はい。ちなみにですね、この入り口から鼓膜まではだいたい3センチくらいって言われてるんで、3センチ以上突っ込むと鼓膜に到達してしまうので、それも気をつけてくださいね。はい。正しい方法2つ目言いましたね。はい。最後3つ目言いましょう。もうね、痒いだけでも耳鼻科行ってください。はい。保険適用になる場合もあります。で、もっと言うと、その痒さの原因っていっぱいいろいろあるんですよ。もうこの動画の中では語り尽くせないぐらい、例えば心筋とか、まあ、カビですよね。カビが原因になっていたりとか、他のものが原因になったりってあるとか、いろいろあるので、もう痒いと、とにかく痒いって言うんであれば、もう一回やっぱ病院でね、見てもらった方がいいと思います。で、適切なお薬を塗ってもらうだけでも、その、痒さっていうのがだいぶ収まることもあります。で、最近イヤーローションみたいな、ステロイドの入ってるイヤーローションっていうのも売ってたりするので、私も使ったことありますけれども、あれするだけでもだいぶ違うと思います。だから、もうとにかく痒みがもう収まらんと、もうでも毎日したいけど、したらあかんって言ったらどうしたらええねんっていう方は、痒いだけでも、ぜひ病院へ、耳鼻科へ、行ってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、以上が、正しい方法の3つです。というわけでですね、本日は、本当は怖い耳掃除っていう耳掃除のリスクの部分についてお話をいたしました。はい。まあ、耳掃除はですね、本当にまあ、しっかりこうやり方を、丁寧にやってあげないと病気につながる可能性もありますので、ぜひですね、自分の体を、自分の耳をいたわってあげてほしいなと思います。はい。本日の会議以上でございます。この動画お薬になりましたら、グッドボタンお願いします。チャンネル登録の会議の参加もぜひお待ちしております。それではまた次の会議でお会いしましょう。解散。